日本食は異常だよ。あの映画スタートム・クルーズが日本のおにぎりについてのエピソードを激白し話題になっています。トップガンやミッションインポッシブルシリーズで知られる世界的ハリウッドスタートム・クルーズ、これまでゴールデングローブ賞やアカデミー賞など数々の栄誉を受賞してきた彼はハリウッドきっての大の親日家。これまでに何十回と来日を果たしているトムですが、そんな彼がこよなく愛している日本食は寿司なのだとか、これライスを丸めただけだろ。そんなトムはアメリカのトークショーに出演した際、初めておにぎりと出会った際のエピソードを披露しました。大の親日家である彼は日本のおにぎりにどのような感想を抱いたのでしょうか。今回は世界的大人気俳優トム・クルーズが語った日本のおにぎりについての衝撃エピソードとそれに対する海外の反応をご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。トム・クルーズのミッション、燃える日本愛。トム・クルーズは1962年7月3日、アメリカ合衆国ニューヨーク州のシラキュースに生まれました。1983年、卒業白書で注目されて以降、1986年公開のトップガンで一躍映画界のトップスターとなり、続く7月4日に生まれてとザ・エージェントではアカデミー賞主演男優賞に輝きました。1999年公開のマグノリアでは助演男優賞にノミネートされ、その人気を不動のものとした彼はミッションインポッシブルで初めて映画プロデューサー業にも進出し、自らが主演を務める同シリーズも大ヒットを記録。またマイノリティリポートやラストサムライなどそれ以降も映画界に燦然と輝く、多くの名作にその名を連ねています。最近ではトップガンの続編トップガンマーベリックが2022年に公開され、36年ぶりの復帰作となった本作も世界的大ヒット。1981年のデビューから現在に至るまで60歳を超えた現在でもなお第一線で活躍を続けてます。そんなトムは数多くいる親日家セレブの中でも頭一つ抜けた日本好き。彼はなんと驚異の24回という恐るべき来日回数を誇っているのです。そしてあの東日本大震災があった年には大好きな日本に勇気を与えたいという理由だけで多忙なスケジュールの合間を縫って来日してくれたことは、多くのファンにとってまだ記憶に新しい出来事なのではないでしょうか。そして彼は当時公開されたミッションインポッシブルゴーストプロトコルの試写会に被災者を招待し、同時に寄付活動を行うことを発表したのです。さらにはこの時、東京スカイツリーに赴き、被災地復興に向けた応援メッセージフラッグを自らの手で届けました。日本の復興というミッションを応援しています。トム・クルーズ、そこには日の丸とともにそう書かれていました。そんな自他ともに認める親日家のトムは以前、とある作品のプロモーションで日本と中国を訪れることになり、その時に感じた日本と中国の食文化の違いを海外のテレビ番組で語っています。これまで中国に行く機会にはあまり恵まれなかったんだが、実際行ってみると悪くはなかったよ。この時、最初に中国の北京を訪問したトムは、数年ぶりに降り立った北京の街並みが想像以上に発展しており、とても驚いたと言います。中国はアメリカ人にとっても歴史のある国ですが、特にここ最近で急激な変化を遂げた国という印象が強く定着しているようです。実際に北京の地に足を踏み入れたトムも街の至るところからその成長の様子が感じられたのだとか。しかしその一方で彼はアメリカとの食文化の違いに戸惑いを覚えたといいます。世界の中でもとても長い歴史を持つ中国ですが、その起源は5000年も前に遡ります。そんな中国が誇る中華料理はフランス料理やトルコ料理とともに世界三大料理の一つと呼ばれています。しかしトムはこれまで何度か中国には来たことがあったものの、あまり中華料理を食べてこなかったのだとか。この番組の中で彼は本場中国で体験した食に関するとあるエピソードを明かしました。どこの国でも一流と呼ばれるレストランは存在するよね。中国では日本と同じように一流レストランのことを料亭と呼ぶらしい。僕はこの時その料亭に行く機会を得たんだ。だから大好物の寿司を食べられるんじゃないかって期待したんだ。せっかくアジアに来たんだから寿司を堪能したいと思ってね。このように語るトムに対し、番組の司会者は次のような疑問を呈しました。
でも君が訪れたのは中国の料亭だろう。中国にも寿司はあるのか。するとトムはこう言ってスタジオの笑いを誘いました。いや、ない。だが、僕はマネージャーから料亭と聞いたからてっきり日本食が食べられるものだと思っていたんだ。だって料亭と言ったら日本料理を出すイメージがあるじゃないか。わかるだろ、僕はそれくらい寿司が好きなんだよ。だが、真実は違った。残念ながら、中国の料亭には日本食は置いてないんだよ。トムが中国で知った日本食の奥深さとは。しかし、どうしても寿司が食べたかったというトムは、現地のコーディネーターに交渉して、寿司を食べることのできる中国料亭に連れて行ってもらうことができたそうです。その時の気持ちをトムはこう語っています。中華料理はこれまで世界に多大な影響を与えてきた偉大な食文化だ。だから彼らならば寿司も完璧に再現できるだろうと思ったんだよ。そして彼は流行る気持ちを抑えながら寿司がやってくるのを待ったそうです。しかしそこで出された料理はお世辞にも寿司と呼べるようなものではなかったのだとか。中国の料理人には少し気の毒な話ですが、本場の寿司を待ちわびていたトムの期待は大きく裏切られる結果になったようです。僕は真っ先にマグロを注文したんだ。だけど中国で出てきたマグロは僕が知っている美しいルビーのような赤身ではなかった。シャリの握り方一つとっても日本のものとは違ったんだよ。その瞬間僕は中国のシェフたちに無理難題を押し付けていたんだと気がついた。彼らには本当に申し訳ない気持ちでいっぱいだよ。中国で出てきたマグロは日本のような鮮やかな赤色ではなく、茶を濁したようなくすんだ色合いだったそうです。そのマグロはどうやら新鮮なものではなかった様子。さらに興味深かったのは、中国の寿司にはマヨネーズがかけられていた点だ。これは日本ではあまり見ない光景だった。そのマグロのネタの上にはこれでもかというほど大量のマヨネーズがかけられていたそうです。アメリカ人であるトムの思考に合わせてどうやら濃い味付けがなされていたようです。しかし日本の寿司を食べたことがあるトムにとってこれは寿司として認めがたい代物だったのです。寿司というのは味を足す必要のないくらい完成された料理だ。素材本来の味を生かし繊細な味が要求されるのが日本の寿司だからね。この時僕は日本の寿司がいかに高いレベルの境地に達しているか改めて気づかされたんだ。そういった意味では良い経験だったよ。どうやらこの時トムが食べた寿司にマヨネーズが大量に使われていたのは新鮮ではないマグロの生臭さを消すためでもあったようです。そのため魚本来の味は全くしなかったのだとか。しかし中国が寿司の本場ではないことを分かっていた彼は、自分のために腕を振るってくれた中国人シェフに感謝をしてその店を後にしたのだといいます。ただのライスボールだろ。おにぎりに出会ったトムの感想とは。そしてその後、トムは次なるプロモーション先である日本を訪れることになりました。今度こそ美味しい寿司を食べたい。ようやく本場の寿司が食べられるとあって歓喜した彼は早速マネージャーに美味しいお寿司屋さんをリクエストしたのだといいます。しかしこの時マネージャーはトムに別の提案をしたそうです。日本に来るといつも寿司ばかりだし、この機会に新しい日本食を試してはどう。彼のマネージャーは最近定番の日本食ではないグルメに出会ったのだといいます。それをトムにもぜひ試してほしいと提案してきたのです。正直言って困ったよ。だって僕は中国にいる間からずっと寿司が食べたかったんだからね。僕の頭には天使と悪魔がいて、悪魔は今すぐに断れと僕に警告していたよ。だけどせっかくの提案だろ。僕は彼女を信じることにしたよ。しぶしぶだけどね。そしてトムが案内されたのは日本のおにぎり専門店だったといいます。その店でおにぎりを見た瞬間、僕は吹き出してしまったんだよ。もちろんおにぎりの存在は知っていた。それまで食べたことはなかったけどね。僕はマネージャーにこう言ったんだ。おにぎりってライスを丸めただけだろ。寿司の方が何百倍も繊細で上等な料理だ。少なくともその時の僕はそう考えていたんだよ。正直期待していなかった。そしてその店でトムが提供されたものはご飯の塊に海苔を巻いただけのシンプルな食べ物。やはり決して美味しそうだとは思えなかったといいます。我々日本人からしてすればおにぎりは小さい頃から食べ慣れた馴染み深い料理の一つですが、海外の人々からすると
その大雑把な見た目は食欲をそそるものではないようです。彼はあまり期待をせずにおにぎりを口に運んだのだといいます。その時の様子をトムはこう語りました。日本食は異常だよ。おいおい、まだ日本食は僕を驚かせる気か。実際その時僕はそう思ったんだ。初めて食べたおにぎりは驚くほど美味しかった。トムはおにぎりを一口食べた瞬間からその素朴な味わいの虜になってしまったそうです。そしてあっという間に食べ終わると次々に違う味のおにぎりを注文をしたといいます。そのお店ではツナマヨや昆布、おかか等のおにぎりを食べたそうですが、ツナマヨのおにぎりについては中国での体験を引き合いに出しこう語っています。ツナとマヨネーズと聞くととても油分が高そうだと思ったけど、中国のマグロとは別次元だった。しつこくない味で僕の口にとても合ったんだ。当初トムはおにぎりが寿司よりも低級の料理だと思っていたそうですが、先におにぎりの魅力を知っていたマネージャーは彼にこう説明したそうです。日本ではお米そのものが贅沢品とされているの。だからお米に海苔を巻いただけでも一つの料理として成立してしまうのね。お米にこだわる日本では品種改良を重ね、一粒一粒に美味しさが際立つお米が寿司やおにぎりといった伝統料理に使われています。そのことを知ったトムは、寿司という料理だけでなく日本のお米自体にもリスペクトを持つようになったのだと言います。お米の品質だけ見ても日本のお米は中国のものより甘みがあってとても優れていると感じたね。トムはこれをきっかけに日本のおにぎりが大好物になったようで、おにぎりへの愛情を熱弁し始めました。僕は実際以前から作品の中に登場するおにぎりを疑問に感じていたんだ。だって見た目はただお米を丸めて海苔を巻いただけに見えるだろ。正直なところ美味しそうな食べ物には見えなかった。でも実際に日本で食べてみたら、僕の想像が間違っていたことを認めざるを得なかったよ。しかもツナマヨに昆布、おかかに梅干しなど種類がたくさんあるんだ。きっと君もあのメニュー表を前にすればどれを食べようか数十分迷うことになるよ。その後もトムのおにぎりへの愛情は止まることなく、番組ではしばらくの間おにぎりの話題が続くことになりました。この日の放送は反響を呼び、トムと同じようにおにぎりを見たことはあっても今まで食べたことがなかった海外の人々の間で話題になったそうです。そして日本を訪れたことのある海外の人々からは共感の声が多く寄せられることになりました。海外の反応。この話題について海外のネットユーザーからコメントが届いているので、その一部をご紹介します。そうなんだよ、日本食はライスがもう美味しいんだよね。トムがそのことに気づいてくれて嬉しい。日本人は素材からこだわる人々だから、海外で同じように寿司やおにぎりを作っても同じように美味しくはならないんだ。それを知らないどころか米自体に味があることを知らない人も多くて嘆かわしいね。寿司は食べたことがあるけどおにぎりは食べたことがないな。トムがこんなに言うんなら途端に食べてみたくなっちゃったよ。どんな味がするんだろう。おにぎりは日本のソウルフードさ。成田空港にも専門店があるよ。簡単に食べられるし移動にもちょうど良いから、日本に行ったらランチの選択肢として真っ先におにぎりを候補に入れることをおすすめする。僕もまた日本に行ったら真っ先におにぎりを食べたいよ。あんまり美味しそうには見えないな。米って味があんまりしないからおかずがないと食べられないんだよね。僕はおにぎりはパスかな。私は鮭おにぎりが一番好き。サーモンは母国で食べ慣れているけど、日本のおにぎりに入っているものはとてもシンプルな味付けなのに、甘すぎずしょっぱすぎない絶妙な塩加減でとても美味しいの。これをランチボックスとして持たされている日本の子供たちは幸せね。いかがでしたか？あのトム・クルーズが今度はおにぎりを発見し、さらにその日本愛を加熱させているようです。現在は徐々に知名度を上げつつある日本のおにぎり、海外の人々には慣れ親しんだ味や食材を使ったものが好まれる傾向があるようです。中でもツナマヨのコンビニおにぎりは絶大な人気を誇り、幅広いエリアの外国人から愛されているのだとか。日本人が愛してやまないソウルフードだからこそ、様々な具材のおにぎりを世界中の人々に楽しんでもらいたいものですね。それでは今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。